素敵な選択肢。ある時は犯罪を犯し、またある時は犯罪を取り締まる。善と悪を股にかけ、今日も世間を煙に巻く。犯罪か刑事かという究極の選択を生き抜く男、それが犯罪デカってね。まあ本編以上にね、気になる存在の劇中劇、デビッド伊藤主演の犯罪デカがなんと本編にまで登場ね。しかもね、アサリ陽介扮する不良鑑識官なんていうね、新キャラクターまで伴って、やりたい放題というか、なんというか、ある意味ね、本編以上に脚本バカリズムの真骨頂という感じなんだけど、ね。で、公式サイトのトピックスによると、オンエアでは数秒ほどしか出てこないドラマ、犯罪デカですが、撮影はがっつりされています。主役を演じるのはデビッド伊藤さん。ちなみに名前はなく、犯罪デカが彼の呼び名。ビシッとした黒のスーツに黒のネクタイ、サングラス。トレードマークは右手の手錠。手錠？刑事なのに？これはどうしたことでしょう。衣装や小道具には細かなこだわりがあるようで、デビッドさんによると、衣装合わせも結構大変で、僕も監督もスタッフも意見を出し合いました。今時の刑事がいいのか、犯罪者でもあるなら革ジャンもありか、いっそ囚人服なのか、散々悩んでこの黒いスーツに決定。実はドラマの撮影初日が犯罪デカのシーンで、関係者も大勢集まっていたから僕も頑張りすぎまして、何度も転んでスーツに傷をいっぱいつけてしまったんです。でも変えなくていい、この傷ついたスーツ一本で行こう、どんどんボロボロになっていくのがいいじゃないかと。手錠は僕は左手が良かったのに監督が右にしましょうと。利き腕ですよ、何もできない。でもこの不自由さがいいんです。刑事だけど犯罪者でもあるっていうのがここにあるんですよ。なんとも徹底的。確かに右腕の手錠、これで謎が解けました。そして第4話ではちょっとだけ本編にも絡むことになりました。しかも熱血目撃者に続く濃厚な新キャラ、不良鑑識官が登場。演じるのはアサリ陽介さん。衣装もヘアスタイルもすごい。帽子や上着、手袋、足元にもこだわりが満載。最初不良鑑識官をどう演じるか探っていた感じのアサリさんでしたが、デビッドさんと絡み始めると演技がどんどん解放されてヒートアップ。そこへ第4話のゲスト勝地涼さんも参戦。どんどん新しいアドリブが繰り出され、監督のカットがかかるたび現場に歓声が湧きます。共演者同士が絡めば絡むほどシーンが濃厚になっていく。でもデビッドさんご本人は、あれはアドリブじゃないんです、アドリブはその場のノリの小手先になるというか、でも練ってきているわけでもない。熱血目撃者とか不良鑑識官とかゲストの勝地くんも毎回強烈なキャラクターが攻めてくるじゃないですか。肌を合わせて初めて出てくる言葉とか動きがあれなんですよ。この役に関しては台本を覚えるのも8割程度、がっちり固めると譲れなくなるし、余裕を持って演じたいから、濃いキャラ同士、その濃さの中に染まっていった方がいいと思っています。ということで、今回の役どころに関してデビッド伊藤自身は公式サイトのインタビューで、刑事だけど犯罪者って見てる人もわからないでしょう、けどそりゃやってる本人がわからないんですから、超悪いんだけど正義感も強い人間ってそういうものかもしれませんね。バカリズムさんの言葉の選び方がまた上手いんですよ。このドラマにこの役での出演を決めた理由、こういうこそっとやるのが好きなんでしょうね。デビュー当時からバカリズムさんの台本が面白くて、僕二つ返事だったんです。読んだ瞬間にやりますって。テレビは娯楽だから隅々まで見る人っているじゃないですか。そういう人のために一生懸命やっているだけで、昔の水泳大会と同じですよ。画面全体にはプールで泳いでいる人が映っていて、ワイプの中ではアイドルが歌っている。その小さい中で歌っているアイドルが気になる人って実は割といるでしょ。そういう感じでちっちゃい中で一生懸命やるのが好きなんです。ただドラマに映る部分は少ないですが、インパクトは強いですよね。嬉しかったのはドラマ放送後に業界の方に、お前何楽しいことやってんだよって言われたこと。だから勝負するんだって気持ちは強いですよ。僕が監督にいつもお願いするのは、ちょっと長めに回してくださいということ。はいカットでおしまいじゃない、その余韻が好きなんです。役者同士のギリギリのところを監督に覗いてもらいたいし、僕自身も覗きたい。そこには新たな発見が必ずある。編集でカットされるかもしれないとかは気にしない。役者はもちろん監督やスタッフもやり続ける空気の中に入ってくる。あれがいい。コントになっちゃうのは違うから、あくまで役の上で演じ続けること。
今回の僕はそこを責めています。ということで、何はともあれ素敵な選択肢、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。